こんにちは、スプレーアーティーのめちゃんです。カンボジアのここに置いてあった調味料、どんな味するのか、調味料をチェックしていきたいと思います。まあ、とりあえずね、一番行きたくないやつからいきます。いや、これどういう味すると思う？苦いやつ、ライユと思う。なにこれ、ラー油じゃない、ラー油じゃない、辛って感じ。酢の辛い感じ。はい、2個目、はい、あ、それも辛い。これ3つ目、これもなんか辛そうだね。辛そう。あ、おい、これ多いな。おー、雪があるね。甘辛い。これ美味しい、これ超美味しい。あ、チリソースマイルドホットだって。これ美味しい。これはね、日本人食える。ちょっと辛いのダメな人も食える。これはでも中国語で書いてある。美味しい。なんだろうこれ、ソースみたい。ソース。5個目、これ醤油ね。醤油絶対味違うから、あ、醤油普通？醤油じゃない、普通じゃない。でもこれ知ってる味。知ってる味？どういうこと？味知ってる。あ、これ何これ。これね、お好み焼きのソースみたい。なんだ？え、醤油じゃない。はい、じゃあちょっと好きな順番で並べて。1位、2位、3位、ゴミ。ということで、なんかよくわからない調味料レビューでした。で、これ楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。ゼロもやる？私、大丈夫です。はい。